りだね。勝てるはずのない戦を制してきたお方だぞ。お主は弟を助けた後どうする？実は考えてる暇はなかった。傷はどう？もう痛まない？ほぼ治った。お主の手当てのおかげだ。あんた、心の内を明かさない男だね。そう見えるかもな。武士ならば感情を御せと叔父上に言われた。幼い頃から受けてきた教えだ。なんだか生きづらそうだ。それが物の札。この先に川を見渡せる場所がある。そこからなら野営がよく見えそうだ。あれが野営？入れそうにないな。数日でしつらえたものならばどこかに隙間がある。探すぞ。鷹を助けなきゃ。敵に騒がれずに。何か手があるはずだ。奥の守りは固そうだ。あの岩は登れそうだ。足場が緩いと崩れる。気づかれるよ。正面の壁は出来上がっておらぬな。隙間があるかも。正面の壁に隙間がありゃ中に忍び込める。そして猛虎を全て切り伏せる。もし手違いがあれば捕虜が殺されるよ。何度も見てきたんだ。忍び込むしか手はないからね。まるで野党だ。不満でもあるのかい。この島はかつて賊がのさばっていた。しかし武士が乱を鎮め正義をもたらしたのだ。我らは誉れと共に生き、誉れのために身を捨てる。かつて我が父も平和のために命を捨てた。私だって同じだよ。だけど今はやらなくっちゃ。叔父上の教えに背くわけにはいかん。今は目をつぶって家族を助けたいんだ。あんただってそうじゃないの？近くに寄ってみよう。様子を探りたい。それじゃ暗くなるまで待とう。行くぞ。タカは苦労してるんだ。猛虎が来る前から守ってやったのだな。兄弟だからね。タカは盗みを嫌ったけど、飢えて死ぬよりはマシだね。やるしかなかった。俺も武士になるほかなかった。
だが教えに背くのはやはり猛虎に殺されてた方が幸せだった。恨みを晴らしたいんだろ。なんだってやらなきゃ。通るぞ。蹴取られれば捕虜が殺される。じゃあ音を立てずに喉をかっ切るしかないね。お前はどう見る？足を怪我しています。矢が当たりましたね。手負いの熊は死に物狂いだ。ぬかるでないぞ。わかりました。あとを追うぞ。この地に熊が出るなんて。そうだな。戦火の槍川から逃げてきたのだろう。無本物のせいです。罰として熊の餌にしてやりましょう。卑しきことを申すでない。ここで倒れましたね。虫の息です。ああ、すぐ近くにおるな。気を抜くなよ。分かってます。とどめは私に刺させてください。お前が感情を御せるのであればその時は考えてやろう。いました。よるな。生きておるやもしれん。この焼き図では死なぬはず。見てください。この傷の跡は矢ではありません。槍川だな。卑怯者、地頭様の背を狙うと。酒井、怒りを抑えろ。人殺しになりたいか、こやつのように。我らは武士だ。ですが叔父よ、罪人はその命をもって償わせねば。目をそらすな。怒りや恐れで人を殺めてはならん。誉れを胸に切れ。敵を前にして背を向けてはならぬ。命を奪う時も相手を見据えろ。情けと覚悟を持て。それが侍の姿だ。虚に乗ずるは臆病の印。ジン、どうした？タカを探そう。
見つかるわけにはいかん。五感を研ぎ澄まして頭の中まで野党になるんだ。ナトサンドラコマ、내내게멋있어지금하라고無理だ、タカが見に行こう。違う、タカじゃない。よく中に入れたな。逃げるぞ、話は後だ。行くよ。川まで進むぞ。そこなら安全だ。お主は菅笠衆か。かつてはな。あそこも飯に困ってきたから抜けてきたんだ。志村殿が捕まり、お助けするにも人手が足りぬ。手伝ってくれ。無理だ。だが菅笠衆に聞いてみろ。筒の氷で猛虎を襲ってるって聞いた。岸平原の近くの海岸だ。弟を探してる。高さの刀鍛冶。お前はない。だが多くが他へ移された。捕虜が移されたって言ったね。どこだ。アザモウラがどうとかって。そういえば鍛冶屋の男を見た。若くてヒゲの生えた槍川の手だったはずだ。嘘じゃないだろうね。鍛冶屋が見つかるといいな。タカがアザモウラで生きてる。壁で囲まれた村か。策もなく乗り込めば帰り討ちに遭うだろう。友人が手を貸してくれるかもしれない。よかろう。まずはタカを救い、それから叔父上だ。ジン、
タカならどんな道具だってすぐに作ってくれる。でもその後二人で島を出たい。モーコのことならば案ずるな。お叔父上が止めてくださる。とどまり、故郷のため戦え。故郷は私とタカがいるところさ。友人はアザモの氷にいる。ツーツとの境だ。そこで落ち合おう。楽じゃなかっただろう、教えに背くこと。なすべきをなしたまで。そっか。志村、お主に牢は似合わん。たむかわぬよう民に言い聞かせろ。さすれば縄を解いてやる。己のざれ言は聞かん。殺せ。全てを失ったつもりのようだが、おいはまだ生きておるぞ。ジン、我が勢が道を塞ぎ、村々の近くには野営を敷いた。全てを掌握している。おいもじき見つかろう。酒井は一生懸命に戦うはずだ。わしもな。大事か。対馬の民はどうだ。お主は父も同然。我が子を見捨てるのはつらかろう。己のしもべにはさせんぞ。
ぜ。いい子だ、ノブ。少し疲れたか。お侍様、いやー、まことこの日吉とは珍しき場所です。その竹は何だ。よく育つんですよ。
この竹林は弱き者を守ってくださるのでしょう。かけろ、ノブ。日吉の湯だ。宿の者なら先生の所在を知っているはず。先に指さばいてるらしい。刀が殺すって脅されてるんだ。そんなわけだ。捜査を裏切る者だ。何か事情があるんだ。お侍、まさか。石川先生を探しておる。浜で討ち死にされたのでは。生きておる。道場はどこだ。森の先です。ご案内いたしましょう。三年がいなければ誰が民を束ねるか。恐ろしい。ご出陣なさらなかったのね。そうだ。戦の前日に村にいらっしゃったんですが、寡黙なご様子で、まあいつものことですけどね。あの、先生の伝説はまことですかね。伝説だと。たった一本の矢で海賊の船を沈めたとか。誠だ。もっとも射抜いたのは船ではない、海賊の頭だ。怒らせないように気をつけて。後ろめたいことでも。滅相もございません。では心配には及ばん。道場はあの山の上にあります。俺にはできない。人を殺すなんて。助かった。ここまででよい。あと一つお尋ねしても。先生はなぜ長尾家の指南役を退かれたんです。さあ分からんな。いやいや、道場のために誇りある職を捨てちまうなんて。
石川先生の道場。いさかいがあったか調べてみよう。射抜かれた後に矢を抜いておる。足跡だ。いたものかいられたものか。これは血の跡、新しくはない。住居へ逃れられたのやも。武士にしては質素な伊織。動くな。石川先生、酒井の跡取りか。生きておったとは。菰田で待っておりました。向かう途中で賊に襲われてな。その賊を待ち構えていたと。備えあれば憂いなしと言うだろう。志村殿も討ち死にか。良き男だったが。無事です。しかし囚われの身に望みはあるな。実はその件でお力添えを。できぬ。不肖の弟子に出奔されての。手を貸しましょう。しかるのち何とぞご助力を。遅れを取るなよ。他に生き延びた者はおるか。存じません。では猛虎に手向かう者は。残念ながら他にはござらぬ。なら探さねばな。二人では救出などおぼつかぬ。お弟子殿の居場所は。巴の行く先など知れておる。巴、女子か。生まれは。生まれは百姓だが弓は並ぶ者などおらぬ。お主でさえな。最後にお会いしたのは確か10年前。弟子志願だったな。ご記憶とは。門前払いしたやつは忘れぬ。なぜ私ではなく巴を弟子になさった。お主は有望。巴は神道よ。誰が。猛虎。殺す。だが菰田では負けました。目覚めぬ虎なら狸にも劣る。巴の足跡だ。来い。中山砦が抜かれた。あの石膏が証拠だ。砦は日吉の近く。次は日吉が狙われるな。争った跡が。襲われたか。調べるんだ。米と泡、手つかずだ。不意を打たれたな。
矢筒があります。わしが与えた怪伝の証だ。血の跡わずかだが死者はおらぬな。どうなっておる。巴が矢筒を捨ておくとは。敵から逃れるためか。捕まったか。では今頃尋問か拷問、あるいはまさか叔父上も同じ目に。恐怖は猛虎の武器、たじろげば奴らの思うつぼぞ。お弟子はいずこにいると。中山だ。砦は近いぞ。わしが菰田におればな。いらっしゃらずばこそ今共に戦える。なぜ負けたかわかるか。けだものには勝てませぬ。それは違うな。この目で見たのです。キューバの道は見るのみにあらず、心を研いで感じるものよ。ここで止まれ、話がある。いかがなされた。この弓は数年前に長尾殿から賜ったものだ。結構な弓です。そうであろうとも、増えてな者がかような弓を引くなど考えるだに心が痛む。それほどの品を私に。早とちりをするでない。だがお主の腕次第で貸してやってもよい。戦の前に試しておくか。手前にある灯籠を狙ってみろ。よし、次は奥の灯籠だ。左だぞ。まずまずだ。さらに遠くの的ではどうかの。的が遠ければ矢は落ちると教えたろう。どう思った。手に馴染みますな。そうであろう。大事にすることだ。行くぞ。この弓があれば菰田でも。良き弓だが、戦を決めるのは人だ、武具ではない。猛虎の兵器は火を吹くのですぞ。戦いはこれからよ。中山砦だ。お弟子殿がいればよいが。上からなら備えがよく見えよ。この辺りがよかろう。私が入って門を開けます。あとは共に。せいてはことを潜んじるという言葉があるぞ。ではどうしろと。まあ少し落ち着け。奴らは石膏を探しに兵を出すはずだ。門を開いた刹那に飛び込むぞ。長引けばそれだけ巴殿が危うくなります。心配は無用だ。戦場をよく見ろ。何か役に立つものはないか。蜂の巣だ。いれば足止めになるやも。針と矢で猛虎を穴だらけにする算段か。樽で痛手を与えられるやも。やるかいはあるの。松明を撃ち落とせば火花が飛びましょう。火事を起こせるな。急兵の数が多い。だが腕前はわしらが勝る。門が開いたら敵を引きつけろ。矢の雨を降らせてやろう。しかるの地に乗り込み巴殿を救う。よし、あとは待つのみ。門が開きます。わしの合図を待て。まだだぞ。
今だ。奴らをメイドへ送ってやれ。中にも敵が。すぐに消す。そして巴だ。縛られ矢の的にされたか。巴は待て。これは巴のもの。あたりを調べろ。もうこの矢ではない。これは巴の矢だ。確かですか。鹿の角の矢はずはわしが教えた。海わしの矢羽もな。弓を奪われたのでしょうか。それにしては狙いが正確。猛虎の兵なんぞにできぬ芸当だ。巴に弓を使わせたのか。誰かが住んでおったようだ。女子の衣服。巴のものだ。釈放されていたのか。なぜだ。
着物。蒙古の言葉で弓について書かれている。あなたの名もここに。わしの教えを蒙古に売ったということか。聞こえたか。島の者です。寒い。女を探しておる。弓取りだ。俺と同じ檻にいた女です。でも奴は解放され、弓を受け取ると女房を殺しやがった。他の奴らも。あのムクロ。己の腕を敵に売り込み寝返りおったか。頼む、行ってよ。死にたくない。長いは無用。行くぞ。殺しておれば。なんと。自由を得るため巴は敵についたのだ。なぜそのような。先生。わしが追い詰めたのだ。追い詰めた。ご説明を。先生。お答えください。わしを襲ったのは賊ではない、巴だ。なぜ。武士の本懐を理解しておらぬからだ。あなたのせいで寝返ったのでは。己に何がわかる。本意をお聞かせください。わしの休日を蒙古に奪われるわけにはいかぬ。ならば止めねば。お主の助太刀はいらぬ。いや、いるはずです。勝利は人がもたらすもの、武具にあらず。お主も立派に育ったな。巴を仕留めるぞ。わしのやり方でな。そして叔父上の救出にお力添えを。まあ、約束しよう。手はずを整えておく。時が来たら道場に来い。我らだけでは勝てません。もっと味方を集めねば。生きておるかは分からんが、足立政子殿を探せ。対馬随一の女武芸者だ。
黄色のウグイスだ。あんな鳥は初めて見た。後を追ってみよう。足立家の親方、雅子殿がおるはず。雅子殿、足立家のご一族、誰かおりませぬか。雅子殿、酒井です。殺せ。やばい、強そうには見えねえな。朝子殿はどこだ。
答えぬか。この者どもは猛虎ではないが野盗でもない。正体を調べるか。何者かが押し入ったか。薙刀、足立家の女のものだな。家族を守ろうとしたのか。窓から子供を逃がそうとしたようだ。生き延びた者は馬で逃げたのやもな。馬屋を調べよう。馬屋は空だ。誰かが奪ったか。乾いた血。手がかりはない。蹄の跡、逃げた者がいたのか。追ってみよう。弓兵に狙われたのか。この乗り手、巧みに矢を避けておる。馬のむくろ、これは足立家の馬だな。死んで数日。政子殿、私です。お主は酒井家の菰田の生き残りはおらぬと聞いていたが、夫は？武名に恥じぬ見事なお働きでしたが、討ち死によ。さようか。なぜここへ？叔父上が囚われの身に。手を結びましょう。私は叔父上を、そちらは仇を。足立家はもう終わりだ。対馬の者が手にかけおった。裏切り。己を守る侍をなぜ。それはこれから突き止める。助太刀いたす。いらぬ。我らの争いに余計な首を突っ込むな。対馬の武家は相見たがい。私も残された者の痛みは知っております。お主まで死んでは申し訳が立たぬ。死にませぬ。ついてこい。
親方に賊がおりました。生き残りを探しておったのであろうな。夫が息子らと菰田へ出立した夜のこと、刺客どもが来たのだ。子供や孫らを姉に託し、二人の息子の嫁らと共に戦ったのだが、多勢に無勢、私だけが生き延びた。さながら菰田の戦。私の戦は終わっておらぬ。皆をここに埋めた一族の眠る場所だ。必死に助けようとしたが、皆死角から逃げ切れず道端で切り殺された。姉も孫すらも赤子もいたのだ。まだ生まれたばかりの母と子と私がこの手で埋めたのだ。あるまじきことです。姉も亡き夫と共に眠りたいはず北の地で、なれど今は足立の墓に。来い、これから小金寺へ向かう。お一人残されるとは。一人ではない、刺客が生きておる。罪の報いを与えねば。奴らがのうのうと生きておるなど一族の恥。御身の咎ではない。この手で成敗せねば顔向けできぬわ。お主一人で行ってくれ。宗玄という僧を探し、足立家の顛末を伝えてほしい。どういうおつもりですか。やもめの頼みは聞け。宗玄と話したら甲冑師を見つけろ。修繕を頼んだ鎧がある。お主にくれてやろう。かたじけない。では。私は寺の裏口で待っておる。酒井様、お達者のようで。酒井様、無事であったか。長尾家の下男の権次郎と言ったな。長尾殿のことは無念であった。俺のような者のことを覚えててくださったんですね。あなたのおかげで大勢が助かってます。戦はまだ始まったばかりだぞ。だから俺もお手伝いしたいんです。みんなで使えそうなものを集めました。どうぞお受け取りください。これは助かるな。皆に礼を伝えてくれ。他に役に立ちそうなものがあれば、あなたの立ち寄りそうなところに置いておきますね。対馬をどうぞお守りください。なんか島に居座ると思うか。乗っ取った後に残る。誰か助けて。いるんだろうな。俺たちはどうなるんだ。殺されるぞ。そういえば島の者を唐国へ連れて。差し上げましょうか。私ならばあなたの弓の力を引き出せます。それは頼もしい。ぜひ見てくれ。もったいないお言葉。では素材をお持ちくださいませ。その後は私が。長尾忠頼様も羨む弓です。
連れ出してもらうつもり。一人弓の手入れをいたしましょう。気づかれずに通り抜けるってことか。これしか道はない。これではないぞ。見て安全かな。さあな。おいでも酒井様。困っておる様子だが何があった。クタの集落でひどいいさかいがありまして、賊と猛虎が殺し合ってたんです。そやつらが揉めようと止める道理はないが、民が巻き込まれるのは避けたい。お主は逃げよ。俺が見てこよう。言葉だけでは何も変わらない。安心して。お侍様が一人もいないので、このまま乗っ取られるのを見てるだけだよ。鎧を整えてもよろしいでしょうか。政子殿の使いだ。お主が足立家の鎧を直しておると聞いた。さようです。まことに素晴らしい鎧でございました。取ってまいります。よくお似合いでございますよ。島に二つとないものです。大事になさってください。もしもお気に召さないことがあれば、いつでも直しましょう。その際は素材をお持ちください。助かった。鎧を仕立て直しましょうか。ああ、素材を十分にお持ちでないようですね。昔夕日が沈む中、遥か向こうに鬼の姿をこの目で見ました。鬼といえばこんな伝承がございます。浜にの方々の猛虎に姿を奪われた。太刀を鍛えて差し上げましょうか。酒井家に伝わる宝刀、素晴らしい一品です。見ただけでわかるのか。私には刀の顔がわかるのです。人と同じくそれぞれ違うのですよ。酒井様、素材をお持ちくだされば、喜んでその宝刀を鍛えて差し上げましょう。酒井様、十分な素材をお持ちください。その太刀が。酒井様、ご無事で。草原か。さようで。酒井と申す。お侍、何用で。政子殿からことづてだ。足立家の親方が襲われて、他の者は死んだと。猛虎が。いや、裏切りだそうだ。おいたわしよ。戦支度をした奴らが寺に来なかったか。そのような覚えは。勤めに忙しくしておりますゆえ、政子様ならば喜んでこの寺にかくまいましょう。手間を取らせたな。めっそうもない。殺さないで。男の隣にいたと思ったら、瞬く間に後ろを取ってたらしい。それから、なぜ猛虎は男を奪いたの。鎧は得たな。良い具合です。
それは私の長男重里のもの。かたじけない。そうと話しました。何と言っておった？喜んで寺でかくまうと。そうして居所を敵に漏らすわけか。ついてこい。襲撃の陰に草原がいる。刺客が来る前に奴が館を訪ねてきた。あの坊主は石膏なのであろう。そうと決まったわけでは。ああ、だが疑いたくもなるさ。奴は秋の初めに神谷方から突然やって。猛虎の噂が流れ始めた頃だが、足立の所領はそうやすやすとは奪えぬ。そこで戦に乗じた。あの坊主抜け抜けと。草原め、急いでおる。まるで巣へ戻る狼よ。ここからはしゃがめ。私を利用しましたな。恐怖心を煽って尻尾を出させたまで。おかげで住処に向かっておるぞ。こちらへ、見られぬように。見られたか。いいえ、走り出しました。行くぞ。隠れましょう。近づきましょう。
で仲間を殺した武士だろうな。アホどもめ、わしの肩入れが筒抜けだ。見つけ出してこい。声を抑えてくれ。わしは中で休む。奴らを殺すまで戻るな。あ奴らが一族の仇。坊主は生かせ、他は殺す。来い。その太刀、お前が死んだら俺が使ってやろう。
草原、もう逃げられぬぞ。なぜ足立家を襲った？わしはただの使い走り。主は？それを知って何の役に立つ？己に問われる筋合いはないわ。雅子殿、私は家族を埋めたのだ。一人一人をな、幾日もかけて。己など野犬どもの餌にしてくれるわ。殺してはいけない。主を吐かせねば。この世は地獄よ。強き者が正さねばならん。邪魔立てするなら殺すまで。わらびさえもか！やめよ！どうせ口を割りはせぬ。手がかりがいる。糸口を探さねば。あなたは外を、私は中を調べる。済んだら知らせろ。飯が尽きている。長くいたのだな。うん、名前と家紋だ。雅子殿に聞くか。何か見つかったか？何者かの名と家紋だ。確か奴らにもこの家紋が。初めて見るものだ。どこぞの家が乗っ取りを図っているのか。捨ておけません。私がな。お一人は無謀です。もし叔父上がいれば、このようなこと決してそのままにはいたしませぬ。お力を、しかる後ご一族の仇を。いいだろう。志村殿の救出に向かう折には私も参ろう。かたじけなきお言葉。ではさらばだ。やることがあるでな。よし、信。Yeah.